ごきげんよう。高齢者起爆剤講演家の宮崎文隆です。今日は2023年6月の27日火曜日です。先ほどエンゼルス対、ホワイトソックスの試合が終わりました。今日はなんと大谷翔平は3番指名打者でスタメン登場です。そして今日はショータイム、おー、やりましたね。なんと今日は3試合ぶりに26号同点ソロホームラン、特大136m、53本ペースの26号が出ました。今日はいい音がしましたね。カーン、打った瞬間にもうホームランと分かるね、特大ホームラン 136m であります。それは同点ホームランで、向こうのピッチャーが素晴らしくいい投球してたんですが、この大谷翔平の一発で同点になりました。それからどちらも譲らず、9回裏1対1で迎えた9回裏、先頭打者トラウトがフォアボールで出ました。そして3番大谷翔平登場です。あ、ここでホームランでも打てばと思ったんですが、大谷翔平はきっちり無理せずに4球を選びまして、ノーアウト1塁2塁、そこからトラウトと翔平、まあこれ見事でしたね。ダブルスチール、三塁へトラウト、二塁へ大谷翔平が滑り込んでノーアウト一塁塗り、そしてその次の打者は三振になりました。ワンアウト二塁三塁、もうトラウト変えればサヨナラですからね。ここでなんとそのダブルスチールが切り取ったんですね。ピッチャーがその後冒頭といってもあんまりキャッチャーがちょっと外したぐらいですが、トラウトがリードが良くてホームへ突っ込みました。さよならさよなら、エンゼルスホワイトソックスに2対1でさよなら勝ちです。なんと大谷翔平は今日で4試合連続、今日は3打数1安打1打点1得点149、そしてその4球は9回のさよなら勝ちを呼び込みましたね。そして大谷翔平はなんと今日ホームランが26号、打点が62、それが両リーグ単独トップ2冠王へと躍り出ました。まさに翔平タイムが花開きましたね。そして今日は、ホワイトソックスに対して勝ちましてね、貯金が6となりました。いよいよ明日からまたこの勢いというんですかね、翔平タイム、この勢いがぐるぐる回ってプラスのスパイラルずっと回って、明日はまた翔平27号が楽しみになりましたね。いや、もっともっと前へ前へと言っております。私もチャンネル登録を前へ前へ、もっと前へ、大谷翔平27号、明日期待を、明日は先発ですからリアル二刀流です。投げて打って走って、もう明日大谷翔平ショータイム、期待です。ごきげんよう。